希望の法、光はここにある。大川隆法。第2章、成功するということ。4、人間関係を良くする方法。人間関係が波立つ原因。慢心と他人の粗探し。お金や異性の問題について述べてきましたが、それ以外にもう少し一般的な形での人間関係についても考えておかなければいけないでしょう。他の人との仲をうまくやっていくということはなかなか難しいことです。世の中にはいろいろなタイプの人がいて、そのいろいろなタイプの人が能力に関わりなく、上になったり、下になったり、横になったりするので、他人とトラブルが起きたり、人間関係がギクシャクしたりすることは、どうしても避けられないものなのです。それでは、そういうことから抜け出すための方法として、どのようなものがあるでしょうか。人間関係が気まずくなって、ギクシャクしたときに、それを修復するには、どうしたらよいのでしょうか。実は、人間関係がギクシャクするときには、大抵自分が慢心し、高慢になっていて、自分の気持ちがかなりおごり高ぶっていることが多いのです。そして、自分の中に、相手の悪いところを見て、欠点探しや粗探しをする傾向があります。実力のある人はそうなりやすいのです。人より早く出世していく人は、人の粗がよく見えるからです。人より早く出世するということは、どうすれば成功するかという成功の仕方を他の人よりもよく知っているということです。そのため、成功の仕方がわからない人たちをどんくさくて頭が悪いように感じてしまうのです。その人たちの欠点がよく見えるので、それを責めたくなるわけです。このように頭が良いということと、他人の欠点や短所がよく見えるということは、大体似た性質なのです。自分の欠点も見えるのですが、他人の欠点も見えます。その場合に、自分に対して厳しくなるのなら良いのですが、自分に対しては甘く、他人に対して厳しくなってくると、大体人間関係に波風が立ち、うまくいかなくなってくると思って良いでしょう。謙虚に自分を磨きつつ、包容力を養う。人間関係がうまくいかなくなってきた時には、原点に帰り、初心に戻って、自分を厳しく見つめ直す必要があります。また、他人に対して、粗探しをする癖をやめることが大事です。人間の能力には、もちろん上下があり、できる人とできない人はいるでしょう。しかし、人間の価値は、能力だけでは決まらないのです。もっと幅広い、様々な要素があります。人間は性格、行動力、体力、人格、経験など様々な要素を持っている多面体なので、そのすべての面を完全に評価することはできないのです。それを知らなければいけません。大抵は相手を一面的に評価していて、何かの面だけを取り上げて、ダメだ、
と言っているはずです。したがって人のあら探しをする習慣をやめて、相手にも良いところはないかという目で見ることが大切です。そうすると不思議なもので、口に出して〇〇さんごめんなさい、あの時あんなきついことを言って悪かったね、あなたのこんな悪いところばかりを見ていたのです、すみません、などと言わなくても、自分の考え方や心の持ち方を変えただけで、それが以心伝心で相手に伝わるのです。そして相手の方も、あの人をあんなに嫌ったり陰で悪口を言ったりしたのは悪かったなと同じ頃に反省を始めます。こちらが考え方を変えると、それに連動して相手の方も考え方が変わってくるのです。自分の考え方を変えることで、実につまらないことであれこれ言っていたのだなとわかることがあります。人間関係でつまずきが起きてきたら、あら探しをやめて、相手の長所を認め、相手を褒める気持ちを持つことです。それを口に出して言うことができないならば、心の中で思うことです。そうすると相手の方もちょうど同じ時期に同じようなことを始めます。これは不思議なぐらい符合しているので、やってみると良いでしょう。必ずそうなります。上司でも同僚でも部下でも良いのですが、ある人に対して、あの人は実にけしからん、あの人は嫌いだなどと悪いことばかり思う場合には、それを横に置き、その反対のこと、すなわち相手の長所について考えるようにしてください。相手を悪く言う場合、それは大抵隠された能力自慢であることが多いのです。結局自分はこんなにできるのだという自慢、隠れた形での能力自慢なのです。それが他人とぶつかっている原因なので、それを横に置いて、もう少し相手の良いところを見ようという寛容の心を持つことです。長い人生において成功を続けていくためには、ある程度自分を律していく気持ちがなければいけません。一時的にさまざまな手段を用いて勝ったり成功したりすることはあるとしても、長い目で見て成功するためには、自分を律する気持ちを持って謙虚に自分を磨いていくことが大事なのです。ただ自分を律する気持ちを持っていると、他人に対しても同じように厳しくなりがちなので、どこかで寛容の心、包容力を養っていかなければなりません。例えば政治家で能力的には高いのに、なかなか偉くならない人がいます。それは能力の高さが他の人に対する厳しさになっているために、人がついてこないからなのです。会社の社長の場合も同じようなことはあるでしょう。その反対に、西郷隆盛は正月の餅のようだと言われていました。置いておくとすぐに隣の餅とぺったりくっついてしまうというわけです。要するに、近寄ってきた人がペタペタとくっつくということです。西郷隆盛はそういう粘り気のある人だったと言われていますが、それも能力の一つであり、人間にはそういうところも必要なのです。
忍耐力や包容力、罪を許す力も大きな力です。これは試験では決して測れない能力なのです。これが正月の餅のように人間と人間を結びつけ、協力者を増やしていく力になります。人に対して厳しすぎると人が離れていくだけになるので、ある程度包容力を持って人を受け入れていく必要があります。そういう能力もまたリング外の力として働くことがあるのです。自分の能力一本で成功しようとすると、どこかで挫折が来ます。利害の利というものがあるので、理論だけで考えてはいけません。人間には理論以外の情の部分があるので、耐えたり、忍んだり、受け入れたり、人の間違いに目をつぶったり、きついことを言われても受け流したりする能力も大きな力なのです。成功への道は一通りではなく無限にあります。尾根道から尾根道への一本道だけではありません。いろいろな成功の仕方があります。人間の実力にも様々な面があるので、いろいろなところで自分の実力を鍛え、少しずつ少しずつ上がっていくことが大事です。自立することが真なる友情を生む。最後にもう一言だけ付け加えておきます。大抵の人間は人間関係を調整することによって金銭的な面や仕事の面などにおいて他の人からいろいろな慰めや助けを得たいと思っています。人間は皆大体そのように思っているものです。しかしそうであるならば、むしろその反対になるべく他人の助けがいらないように自分でやっていこうとすることが大事です。これは英語で言えばインディペンデント、独立しているということです。お金の面でも、仕事の面でも、生活の面でも、できるだけ自立し、独立して、他人の面倒にならないようにしよう、と思っているタイプの人とは、友情を結びやすいのです。こういうタイプの人同士の場合は、友情を結んで、助け合うこともお互いに楽なのです。ところが、いつも助けて助けてと言って、感情的にも金銭的にも様々な面で人を巻き込むタイプの人とは友情が長続きすることはありません。片方が一方的に助けてもらうような関係は債権者と債務者の関係であって、そこには真なる友情は成立し得ないのです。友情を得たいならば、人との結びつきを強くしようとするのではなく、反対にもう少し自分のことは自分自身で面倒を見よう、自己完結をしてもう少し独立しよう、人に世話をかけなくても自分でやっていけるようにしようと思うことです。そういう人とは比較的付き合いがしやすいのです。いつも他人の助けが欲しいと思っていることを自分は人間関係が深い、自分には友達が多いなどと考えるのは間違いです。友情とはそういう関係のことではありません。本当に自立していて、独立心がある人ほど、相手と対等の立場で、
君子の交わりができるようになるのです。自分は借金が5億円あるという人と、誰が友達になるでしょうか。皆さんはそんな人と友達になりたいでしょうか。そんな人と友達になると、何か隙を見て連帯保証をさせられそうな気がするのではないでしょうか。事業経営が不振で、借金がたくさんある、家族に様々な問題が噴出している、などという人と、なかなか付き合いはできません。不思議なことですが、幸福な人はさらに幸福になり、不幸な人はさらに不幸になるのです。人の助けが欲しいと思う人は、まずセルフヘルプの精神を持ち、自分で自分自身を助けようとしてください。金銭的にも、精神的にも、あるいは仕事の面でも、学業の面でも、なるべくインディペンデントで、自立、独立できるように努力してください。そういう人ほど他の人との関係が結びやすくなり、さらに大きなネットワークが生まれてくるのです。よろしいですか？借金をたくさん抱えている人と友達になりたい人はいないのです。金銭面でもそうですし、精神面でもそうです。精神的に反省や清算ができていなくて、悩みを山のように持っている人とは、そう簡単に友達になれないのです。このように逆になっていくので、気をつけてください。金銭に関する話として、お金持ちになりたければ、他人のお金を当てにしないことだ、ということを述べましたが、それと同じです。友達が欲しいなら、自分一人で生きていける人間になることです。そうすれば、友達がたくさんできます。ところが、一人では生きていけない人間は、友達ができなくなります。そういう逆説が人生にはたくさんあることを知ってください。本章が皆さんの成功のための手がかりになれば幸いです。